はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。7つの滞在ですね、この石碑を求めて、世界中を旅しているところですけれども、とりあえずこの大陸はここで終わりかな。どっかあったっけな、ちょっと下の大陸に行くか。とりあえず敵が強いんですよね。あとパワーがちょっと減ってるんで寝ましょう。一旦ここで降りて宿屋に入りたいと思います。おう、寝かしてくれ。50円、安っ。この宿屋大丈夫か、売り上げ的に。4人で50円でしょ。ちょっと料金体系が一部屋じゃないよな。男と女がいるんだから最低でも2部屋か。2部屋で50ピークなのか、それとも人数なのかわからないですけれども、いずれにせよ破格なんで、宿屋の運営状況がちょっとし気になるとこですね。お、あった、ここに。ちょっとセーブはしたばっかりだけども、ちょっと戦う前にセーブをしないとやられる恐れがあるんで、ちょっと初見殺し的なところがあるから念には念を入れて。そしてこのやりとり、石碑から滞在が俺もなんだよって感じだけど、なんなのこれ。サタンか、今度は。憤怒をかたどるもの、憤怒。来るわよ。おお、剣をめっちゃ持ってる。どうすっかな、とりあえずデフォルトで一旦目は様子を見るか。で、フィジカルガード切りつけか。おお、どうなんだ。とりあえずちょっともう一旦様子を見るか。フィジカルガードで重ね掛けしよう。切りつけ、よしよしよし。少し U を使うか。マグノリアはガードしとこう。イデアは攻撃アップ、でこいつもガードと。ちなみにこの戦闘音楽思い出しました。うわ、リベンジャーなんて持ってんのかよ。光の四戦士の音楽っすね。うお、なんだ、バーサクになってる。やばいぞこれは。回復ができない、治るのかこれ。いや、攻撃は確かにめっちゃ強いんだけどさ、2のタッチ、マジか。3のタッチ、死ぬ。うわ、みんなめっちゃ怒ってるよ。死んだ。 U 防御力が高いな。うほー、どうする、どうするもこうするもなかった。ってことはバーサクを無効化しないといけないのか。最低でも回復役だな。あとリベンジャーがあるからどうしようかな。イデアをちょっとなんかバーサク、あるかな。バーサク回避、恐怖、魅了、混乱、麻痺、睡眠、眠り、泣くね、あんのかな。ないな。なんか先制術でガードできないかな。単体に魔法反射、いや魔法反射なのかなあれ。どうしようかな、属性でもないしな。あ、これいいね。4ターンの間さまざまな状態上無効化、ステータスバリアだ。あれ、ステータスバリアってか使えなくね。ちょっともう一回選ぶかじゃなくて挑むか。いや多分ね、ステータスバリアは使えないわこれ。ってことはちょっともう一回自力で行くか。攻撃はちょっと早めにやるか。そうすると、敵味方全体ヒットポイントまでか。いやこれは無理だな。どうする、高貴な鷹使おうかな。
して、攻撃を入れてこう。でマジックガードじゃなくてフィジカルガードをかけていけば、攻撃の高っ、結局発動が遅く全然ダメだった、強すぎる、なんて強さだ。しまった、黒魔法にしたままだった。アレイズがない、アレイズが。とりあえずフェニックスの方でなんとかするしかないか。9000当たるな、よし。うわー、ちょっとケアルがないのは痛い、マジで。ブレイブかけてこ、もう よっしゃ、行くぜ。海賊は倍撃でいいでしょう。倍撃4連チャン。私もう、ブレイブ。一応月魔法のフィジカルアップを貼っとくか。上がるかどうかわからないけど。あ、いいや。あー、とりあえず先手必勝パターン、これでいこう。頼むぞ、いけるか、届けるかわかんの。とりあえず9999を連発する。リベンジャーなんて関係ない、ほら、いけ、おーし、ゴリ押した、やった、ゴリ押せる。エリクサー、よしよしよし、みんな大丈夫。ああ、大丈夫だ。全滅したけど。ねえ、シャタンの力、すなわち七つの大罪、憤怒の力を手に入れたわ。よーし、七つの大罪、こんな強い敵があと4体か。まだ4体も先は長い。憤怒の書、これ持ってるだけで別に使えるよね。寝よう。ここはあと4つってことはどこだ。あ、ちょっと宿屋を求めて。寝かしてください。いくらだ、40円安くなってる。ここの貨幣価値がよくわかんないからな。ポーションとかいくらだっけ。友達のデートとかどうでもいい。20ピーク、20円でポーションが買える。つまり食材はいくらで買えるんだ。ハイポーション150ピークだしな。まあ、とりあえず探すか。ここの大陸はまだ1個あるかな。石碑探し、こことか怪しくない？ないね。あとこっちの方もちょろっとあるけど。ここ変な小屋があるとこだよね。石碑もなんか端っこの方とかにあったりするのが多いから。ないな、この大陸はないか。でもあと4つだろ、大陸的に2つしかないからな。左の方行くか。意外に世界は広いな、こうやって回ると。おっとっと。そしてこの屋形船は飛んでて何とも思われないのかな、みんなに。屋形船みたいなのが飛んでるみたいな。お、あったー。よし、じゃあここ行くか。セーブします。とりあえず編成はこのまま行きますか。まあ最初はな、ちょっと死を覚悟してどういう攻撃をしてくるか見ないといけないんで。石碑から、石碑から。あれ、パターン一緒じゃん。もう、あれ、全く会話が一緒だぞ。人の滞在、暴食をかたどるもの。暴食か。来るわよ。
マグノリアの格好が締まらないよな。カリウドだから。おお、タコ。タコに頭がある。キモいな、こいつは。とりあえずまた、フィジカルカードの、デフォルト。オクトウェイク。なんだなんだ、いくつダメージが当たったのかわかんない。ガードをちょっと固、スピードアップしよう。ガードを固めよう。オクトウェイク。これ自体はあんまり強くないからな。しまった。また黒魔法にしたまんまだった。ここで、攻撃力を上げて、このまま来てくれよ。なんかやってくるかんな。いってやばいやばいやばい。もういいや、攻撃に走る。いや、あー、タカ使おうかな、どうしようかな。タカ強いんだよな、攻撃力。ん?で、マグノリアも、全ブレイブを使って、これは倍撃だな。多分、倍撃は使うほどじゃないんだよな。エクスポーションで回復させないと回復はできない。これはいつものパターンでいきましょう。倍撃。よしよしよし。強い。ユウが少し遅いのか、やっぱり。みんなの攻撃が終わってから。よしよしよし。おっといって、これを耐えれば、死んだか。二人死んだか。いや、だがこれは押し切るしかない。いけるか、8回。全部9999が出れば8万くらいか。うん、8000か、でも。よしよしよし。ぶん殴れ。オッケー。最近ご利用しだな、やけに。こいつはまあ、何をやってくるか分かんなかったけど。ご利用して倒しましたね。エリクサーくれんな、こいつら。会話が一緒だ。大丈夫。二人死んでるけど。いや、お前は死んでるだろ。なんとか、ねえ、ベルゼブブの力、すなわち、七つの大罪、暴食の力を手に入れたわ。七つの大罪。ここも変わらない。数が減るだけだ。あと3体も。暴食の書。よーし。結構、ゴリ押しでいければ、サクサクいけるな。ちょっと寝よう、また例によって。で、忘れないうちに、この黒魔法を白魔法にしないといけないんだよ。いいでやー。白魔法。で、寝ると。アニエス様は何を思ってんのかな?こんな何日も。あいつらはどこへ行ってるんだって。今は大事な任務をこなしているところだ。さーて、あと3体。屋形船に乗って、この左を今行ったから、あとこの大陸のどこかだな。上の方とかあるかな。見当たらない。こっちはちょっと別大陸になるから。んー、ないな。なんか最後とかすげえ全然探せなさそう。あれ、こっちの大陸って続いてんの見たっけ。まあいいや、ちょっと行くか。あ、あったー。降りれねー。こっから降りるか。これもな、印つけといてもらいたいな。間違えた。セーブ。石碑から、滞在が、先に言っとく。このやりとり、ほんと何なの?また同じじゃん。マグノリア。何にも成長してないな。色欲か。
てかよくわかるな、アスモデウスが出てくるって。来るわよ。なんか目印でもあんのかな。アスモデウスか、色欲ってことはなんか魅了されそうだな。おお、メデューサみてえだな、どっちかっていうと。どうしようかな、攻撃をかけていこうかな。うん、いや一回デフォルトだな、やっぱりフィジカルカード。激毒バレ弱い。あれ BP が減ってる、麻痺してんのか。エスナだエスナ、色欲きた。うおー、魅了された。やっぱりか、なんで相手にスピードアップかけてんだよ。いてビーストキラーって、異界への殺意。なんだ、異界に囚われてしまった。戦闘除外ってどういうことだ。攻撃してこう。どういうことだよ、もうマジで。サンダじゃ戦か、優が死ぬな、そろそろ。うおー、防御力ダウンした。うおー、優雅が毒で死にそうだな。これちょっとダメだな、死ぬな。解放、あでも解放で一旦使うんだ。やっぱ先手必勝でいくか、また毒で死んだ。いいや。ちょっと待ってね、マグノリアはまあ攻撃して、ちょっと一回ブレイブ使っちゃうよ、マイナスになるけど。生き返らせるのとケアルガが同時に発動したい。あちょっと待って、これなんか体術で、防御貫通か、ないな。なんか攻撃力下げるのあればよかったかなと思ったけど、海賊技か。うわ出たー、痛みにとらわれてしまった。あれ、よしよしよし。で、あれが、魅了はもう治ってるな。ってことは、波動どうしよっかな。うわぁ、死んだから劣化のウルフの構えが解けたんだ。そういうことかぁ。攻撃するか、じゃあ。で、マグノリアもブレイブをかけよう、もう。海賊技で一旦、物理防空力を下げてからの倍撃だな。あー、イデア行動できないんだ、そういえば。来た、色欲、最悪だー。いって、4回食らう。これがきついなー。あ、いた。倍撃できませんか。いいか、イデアの誘い。あれ異界へ誘われると二人いなくなっちゃったんだけど。解放、解放は一旦使うからね。行くぜ、もう高貴な鷹。もうティズも全ブレイブ、解放、攻撃しかない。えらい、殴れ殴れ。よし、バラージが出てる。これなんだよね、厳しいのが。おーっとー、はい、解放してくれよ、マグノリア。いつ解放してくれんだ。全滅になるとか。え、全滅になった、死亡扱いか。ステータスバリア覚えたいけどな、ちょっと。まだちょっとかかるな。ちょっとあと一回だけやるか。これで倒せなかったらちょっとステータスバリアを覚えさせよう。もうまず最初の1ターンでこいつらの防御力とかをどんどん下げよう。もうこだわりで、一応フィジカルカードは貼っとこう。高貴な鷹でどうせ攻撃力アップするからな。うん、これでいいや。空気になったか。いいタイミングで発動したな。
よし。で、もうこっから総攻撃をかける。多分ね、ヒットポイント10万くらいだと思うんだよね。この総攻撃で、なんとかできれば。おっとっと、マグノリアが。決まると思うんだけど、どうだろう。イデアどうしようかな。ホーリーで攻撃入ろう。本当に総攻撃。短期決戦で挑む。ちょっと早めよう。くらえ。よし、9999。3万、4万、5万、6万、7万。あ、いたー！よし、オッケー。こう思うと、瞬殺だな。ゴリ押してった方がいいのかな、これ、もう、今後。必ず一人死人が出るな、ただ。いや、お前がダメだろ。大丈夫？なんとかね。アスモデウスの力、すなわち7つの大罪、色欲の力を手に入れたわ。あと2人か。7つの大罪、あと2体ね。色欲の書。はい、というところで、7つの大罪ですね。今回3つ手に入ることできましたね。まあ全滅も何回かありましたけど、とりあえず方針としてはもういきなりゴリ押していくっていうのがかなり良さそうなんで、ちょっとあと2体はサクッとできれば倒したいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。